仁科さんたちの仕業って決めつけたらダメです。あの子は、あの子たちはそんなことしないです。みんなで力を合わせて歌を歌おうとしてるんです。そんなことするはずがないです。果たしてそうかな。どう見てもあいつらの仕業じゃん。他に誰が廃部になってる演劇部なんかを目の敵にするっていうのさ。なあ、言ってみてよ。お前だってそう思ってるくせに。そうなんですか？みんなで仁科さんたちの仕業ってそう思ってるんですか？そんなの当然だろ。な、岡崎。はい？お前マジで言ってんの？逆に女の方がこんなことするんだよ。世界中の女がこの子みたいな性格だって思ってんじゃないだろうな。誰もそんなこと言ってないです。とにかくだ。あんたらがそう言うなら、僕はここから勝手にやらせてもらう。ダメです。篠原さん、お願いします。やめてください。ちあ、変な人、いました。変な人、待ってください。当然です。そうそういないぐらい変な人です。10年に一人現れるかどうか、そう言っても過言ではないかもしれません。いえ、ズバリ過言ではないでしょう。礼には及びません。何このちっこいの、知り合い？変な人がダブルでいます。はあ？僕の何が変だっての？髪の毛がありえない色です。初対面なのに失礼なこと言ってくれる子だね。出てくるわけないです。こいつの怒った顔面白いね。風子の怒った顔は見せ物じゃないです。風子は変な人と話がしたいだけです。二人で話したいのでついてきてください。この辺でいいです。話はですね。ん？何？変な人がダブルです。ブー子が呼んだのは片方だけです。あなたの方です。
てめえ、さっき僕にも変な人って言ったじゃないかよ。あなたは髪が変な人です。絶対に喧嘩売ってるよね、この子。わかったよ、今回は見逃しといてやるよ。名前忘れました。では名前もう一度教えてください。では岡崎さん、岡崎さん、風子に言うことはありませんか？はい。耳たぶは余計です。使い道がないです。岡崎さんはとても失礼です。ちゃんと思い出してください。昨日のことを思い出したら風子に言うことも思い出します。いきなり変なこと言わないでください。最悪です。本当に思い出せないんですか？プレゼントのことです。これです。そうです、プレゼントです。そうです、どちらかというとシャキッとした風子から変な岡崎さんへのプレゼントです。プレゼントです。待ってください。それでですね。もうすぐ風子の姉が結婚するんです。それで、もしよろしければ、一緒に祝ってくださいませんか？はい。違います。違います。当日です。はい。はい。どうしてですか？プレゼント、嬉しくなかったですか？風子のお姉ちゃんはこの学校で美術の先生をしてました。3年前に辞めましたけど。やっぱりそうですか。相手はゆうすけさんといって、無口ですが優しい方です。ないです。
はい。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 はい、当然です。自分で言うのもなんですが、可愛くできました。はい。はい。大丈夫です。岡崎さんよりかはしっかりしています。それでは、行ってきます。何？どうぞ。え？何？プレゼントです。僕に？はい。ありがとう。それと。はい？もうすぐ、風子の姉が結婚するんです。もしよろしければ。一緒に祝ってください。え、誰って？風子の姉です。3年前までこの学校で美術の先生をしてました。3年前ってことは僕は知らないんだけど。幽霊？ああ、ここんとこよく目撃されてるらしいよ。例の女性との例。マジ？その女性とを知ってる奴がいてさ、そいつが言うには絶対幽霊だって。マジかよ。ああ、その女性とはね、2年前に交通事故に遭ってるんだ。長いこと入院してたらしいんだけど、結局助からなかったんだって。事故に遭ったのがまだ入学して間もない頃だったらしくてさ、高校生活を満喫できないままで未練が残っちゃって、それで霊になって遊びに来てるんだってさ。ちょっと悲しいお話だよね。でもさ、その話をしてるやつってさ、同じ3年だろ。ああ。つうことはあれだよ。なんだよ。俺たちの興味をさ、勉強からそらそうとしてんだよ。ええ？つまりさ、ライバルを減らそうとしてるんだって。ああ、確かにそれもありえる話だけど、あんまり真に受けない方がいいって。そうかもな。でもなんか噂が本物っぽいんだよな。テレビ局とか来てさ、大騒ぎになるかもよ。なるわけないだろう。
犯人。わかったよ。大丈夫だって。おとなしくやったから。で、犯人なんだけど、やっぱり合唱部の一人だった。杉坂って子で、それがまたおとなしそうな顔したやつなんだよ。そいつのクラスメートが見てた。時間は昨日の放課後、遅くだ。3年の下駄箱なのに何やってるんだろうって不思議に思ったってよ。下駄箱のクラスも覚えてた。 B 組。それでそいつが合唱部の一人となったらもう間違いないよな。本当だっての。見てたやつの名前も教えてやるよ。自分で聞いてこい。ふん。まあそういうことだ。やっぱり女ってのはわからないね。な、わかったろ。自分の考えが甘かったってさ。お前ね、誰のおかげで真相がわかったと思ってるんだよ。違います。ん？何がだよ。きっと、すごく深いわけがあるんです。そうしないといけなかった深いわけが。まだこの子は甘いこと言ってるよ。みんな汚い手段使って自分だけいい目見ようって頑張ってんだよ。自分だけがルール守ってたらバカ見るよ。ほら言ってくれよ部長さん。どんな手を使ってでもいいから部を勝ち取ろうってさ。そうしたら望み通りの成果を上げてみせるよ。絶対に言わないです。そんなこと。そんなことしたら真面目に頑張ってる子がかわいそうです。それ自分だっての。どうしてさ、ここまで来たんだから一緒にやらせろよ。その子の方が正しいって言うのかよ。まあいいや、勝手にやってくれ。篠原さんは悪い人ではないです。演劇部のために頑張ってくれてます。なのに私、文句言ってばっかりで申し訳ないです。そんなことないです。わざわざ下級生の子に会って話を聞いたりできないです。ちゃんと後でお礼言います。なんでさ。いいじゃん、新鮮だよ。本人がそう言ってたの？言ってないんだろ？それとも何？お気に入り？だったらいいじゃん。お前だってパン目当てなんだしさ。でも本当、あまりに考え方が違ってて面白いよ。あんな子、普通は僕らなんかに寄ってこないからね。
昼はどうするの？あの子と一緒？例の人気のパン。あの子も？ち、なんだよ。学食のパンはさすがに食い飽きたからね。何かいいもの食ってくるよ。もちろんないけどね。篠原さんはお誘いしなかったんでしょうか。そうなんですか。あの、はい、一つだけ聞いていいですか？篠原さんのことですけど。はい、どうして部活動を嫌ってるんでしょうか？はい、初めてお会いした時に言ってました。部活動してる人たちが忌まわしいとか、それが岡崎さんと篠原さんが共通することだって。岡崎さんが部活動を嫌っていた理由は聞きました。でも篠原さんの理由はまだ知らないです。どういうことでしょうか。そうだったんですか。ならやっぱり篠原さんにもいてほしいです。そんな気持ちよくわかりますから。みんなで一つの目標に向かって頑張る、それは楽しいことです。すげえ腹いっぱい。今日800円のうどん付きのカツ丼食ったんだぜ。午後からはよく寝られそうだよ。変な人。フーコ、子供じゃないです。どちらかというと大人びてます。
フーコ、忙しいんです。遊んでる暇なんてないんです。違います。これはフーコがお姉ちゃんのためにできることを必死に考えてですね。それでこの可愛くて素敵な、何か？え？何ですか？はあ。話をしてたんでしたっけ。あれ、岡崎さんはどうしたんでしょうか。僕が岡崎です。顔が変わりました。え、ちょっと待ってください。もう一度聞きます。岡崎さんはどうしたんでしょうか。僕が岡崎です。顔が変わりました。わあ、岡崎さん本当に顔が変わってます。一体どうしたんですか。たまに脱皮するんだ。待ってください。それはあまりに衝撃的な告白です。岡崎さんはその脱皮するんですか。とりあえずね。とりあえずってそんな適当にしてしまうんですか。ああ、そんな人がいるなんてフーコ知らなかったです。それともフーコが知らなかっただけでしょうか。人間の中にはそうして脱皮する人もいるんですか。とりあえずね。いるんですか。フーコは脱皮しないです。っていうかしたくないです。かなり不気味です。はあ、フーコとても混乱しています。常識が覆されました。これは悪い夢ではないでしょうか。現実ですか。とりあえずね。とりあえず現実なんですか。よくわからないですがショックです。ショックですが新しい岡崎さんを受け入れなければいけません。で、また脱皮してます。というか皮をかぶり直してます。岡崎さんさっきまで違う顔でした。それは脱皮したからなのだと言いました。いえ、ちょっと安心しました。やっぱり悪い夢でしたか。フーコ、嫌な汗をかいてしまいました。フーコ、ぼーっとしてないです。フーコ、忙しいのにとてもくだらないことで時間を潰してしまいました。もちろんです。それでは。こんなことしてる場合なのかね。説明会だってできないかもしれないのにさ。
篠原、篠原いないの？電話。妹さんから。お兄ちゃん、私を。ぐぐぐぎぎぎぎ。けー。よう妹、久しぶりだな。おっと、受話器を食っちまったぜ。いるんじゃない。親しいでしょ。代わりに用件聞いてあげてよ。なんか大事な用みたいなんだもの。あの兄にしては礼儀正しいちゃんとした子よ。うん。だからほら。そっち行くよ。いもちろんそこの寮だよ。またそうやって逃げる。今度は本当に行くんだからね。いつからが都合いい？じゃあ今週の土曜日夕方に着くようにするね。お土産は何がいい？あ、時間ないから早く行って。了解。じゃあね。よっ、女にかけてたのか。半分女？じゃあ残りの半分は何なんだよ。ヒントくれ、ヒント。ますますわからないんだけど。マジかよ、すんげえ知り合いがいいんだなお前。何がって、誰の妹か人じゃないんだよ。って、ケーって何なんだよ。って、なんでお前が僕の妹と話してるんだよ。って、ツッコミどころが多すぎるだろ。お前ね、向こうからかかってきたのか。なんて言ってた。僕に聞けって言ってくれたよな。なんだよ。おせっかい焼きの友達っぽく振る舞うな。お前、妹のこと何も知らないだろう。お前の想像の域からは永遠に出しねえよ。言っておくが普通の子だぞ。ああ、普通の女の子だ。ちょっと兄思いのな。いいセリフでしょ。あいつの目的はまずいんだよ。ああ、
あいつは僕が元気かどうか確かめに来るんだよ。健康面はな。って死ぬほど元気ってどんなだよ。ああ違うよ、精神面だよ。あいつ僕がさ、サッカーやってるの応援しててくれたしさ、それにバカでもサッカー上手けりゃ進学できるんだぞって僕威張ってたからさ。あるよ、放っておいてくださいよ。だからさ、今の状況すんげえ心配してんだあいつ。いや、今年は帰ってねえよ。それに僕、家だと見え張っていろいろ言うからさ。だからあいつ、自分の目で僕の普段の姿。唐突な質問ですよね。13。チッ、サボりかよ。鉄砲玉みたいなところはな。いちいち補足せんでください。どうするも何も、来るんだろ。あんたが決めたんでしょ。どうすりゃいいんだよ。どうやってだよ。それ病んでるよ。どうして僕が殴られまくる案しかないんだよ。そういう意味の元気じゃないって言ってるだろ。つまり夢破れた僕が違う幸せを見つけているかって問題なんだよ。何がだよ。軽くすんげえきついこと言ってるんですけど。100% お前のせいでしょ。軽くきついこと繰り返してるんですけど。ああ。マジか。って、なんかその前のセリフが腑に落ちなかったけど。
おはようございます。そうでしょうか。はい、たくさん練習しました。最悪です。きっとろくなことがないです。だからフーコは行きます。それでは失礼します。とても恥ずかしいところを見られてしまいました。まるでフーコがドジみたいです。フーコドジじゃないです。どちらかというと器用な方です。そんなことないです。びっくりするほどいいです。小学校の時でいいですか。この調子で頑張りましょうです。学校の成績はそうでしたけど、でもお姉ちゃんはフーコ器用だって言ってくれます。まるでフーコが器用じゃないみたいな言い方です。フーコだからこれぐらいの怪我で済んでるんです。あなただったら救急車が来てます。あなただけです。とても思えません。はい、最後名古屋になってました。湖水って何ですか。フーコずるくないです。とてもフェアです。近所でもあの子はとてもフェアだとよく言われてます。はい、では行きます。キョ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 が、どうでしたか。言えるわけないです。フーコは今初めて挑戦したんです。あなたは毎晩練習してたに決まってます。そんな暇人さんの相手をしてる時間なんてフーコにはないです。フーコもう行きます。あ、ないない。それです。いつの間に、それ一番最初にあげたはずです。可愛くて
たくさん集めたくなる気持ちはわかりますが、諦めてください。え、そうだったんですか。それは気づかなかったです。ありがとうございました。いえ、お詫びにもう少しだけ抱いていてもらっても結構です。はい。もういいんですか。和みます。そうです。あの、何でしょうか。どういうことでしょうか。構わないですけど。話をしてたんでしたっけ。あれ、岡崎さんはどうしたんでしょうか。あの、私が岡崎です。女になりました。え、ちょっと待ってください。もう一度聞きます。岡崎さんはどうしたんでしょうか。ですから、私が岡崎です。女になりました。わけがわからないです。どうして岡崎さん女の人になってしまったんです。たまに取れるんです。待ってください。それはあまりに衝撃で。岡崎さんはそのたまに取れるんですか。とりあえずってそんな適当に取れてしまうんですか。ああ、そんな人がいるなんて風子知らなかったです。取れるってあれですよね。ああ、もうカルチャーショックです。それとも風子が知らなかっただけでしょうか。男の人の中にはそんな風に取れてしまう人もいるんですか。とりあえずいるんですか。逆に風子についたりもするんですか。とりあえずつくんですか。大ショックです。はあ、風子とても混乱しています。常識が覆されました。これは悪い夢ではないでしょうか。現実ですか。とりあえず現実なんですか。よくわからないですが、ショックの連続です。ショックですが、女になってしまった岡崎さんを受け入れなければいけません。で、またついたんですか。岡崎さん、さっきまで女の人でした。それは取れたからなのだと言いました。え、あ、いえ、ちょっと安心。やっぱり悪い夢。風子、いつか風太郎になってしまうかと思いました。風子、ぼーっとしてないです。
風子忙しいのに、とてもくだらないことで。もちろんです。それでは。と、岡崎じゃん。今から昼？まあまあ、カバン置いてくるから待っててよ。僕も学食のパンにするからさ。釣れないね。待っててよっつったのに。こんにちは、スノハ。お二人、昼飯は？ごめんなさいです。今いただいたところです。学食すんげー混んでたからね。じゃ、僕も食べるかな。あ、座ってください。詰めますね。悪いね。いただきまーす。ん？あの、私仁科さんの友達で杉坂と言います。あ、てめえ。待ってください、篠原さん。ここは私に任せてください。うん。私、3年の古川渚です。わざわざこんなところまで。仁科さんのことを話したくて伺いました。聞いてくれますか？はい、もちろんです。ぜひ聞かせてください。このことはあんまり人に言ってほしくないんです。それも約束してくれますか？はい、約束します。ここだけの話にします。ありがとうございます。はじめに脅迫状を書いたことは謝ります。あれは私が勝手にやったことなんです。そうしないと合唱部を作ることができなくなると思って。すみませんでした。いえ、何とも思ってないです。話を続けてください。はい、仁科さん、そのリエちゃんはすごく才能のある子なんです。それは音楽の才能です。小さい頃からずっとバイオリンを弾いていたんです。コンクールに何度も入賞して、ものすごく大きな会場で、ものすごくたくさんの人たちの前でも演奏してました。ものすごく堂々としていて、ものすごく綺麗で、ものすごくかっこよかったんです。たくさんの大人の人たちから将来を期待されてました。外国のハイスクールに通う予定でした。外国ではもっといい音楽の教育が受けられるからです。でもそれが決まる直前に、リエちゃん事故に遭って、握力が弱くなってしまったんです。バイオリン弾けなくなって、外国のハイスクールにも行けなくなって、それでこの学校に来ました。私と一緒に。リエちゃんは事故の日以来、私がどれだけ元気づけようとしてもダメで、私も悲しかったです。でもそんなある日、ものすご分の高村先生です。高村先生は音楽の素晴らしさをもう一度リエちゃんに教え、楽器が弾けなくても音楽はできるんだって、そう言って高村先生は歌ってくれました。しわがれた声でも音程が曖昧でも
それでもとてもその歌に心を打たれて、リエちゃんも歌い始めたんです。その姿は昔の元気なリエちゃんでした。そしてリエちゃんはたくさんの人に歌の素晴らしさを伝えたいと思いました。だからこの学校にない合唱部を作ることにしたんです。高村先生と一緒に。私も一緒です。お願いします、リエちゃんの邪魔をしないでください。古川、言うこと聞くな。そんなハンデで人の同情を誘うようなやつなんて卑怯。そんなハンデで贔屓されたいなんて考えが甘すぎるんだよ。そんな、ハンデで。そんなの、そんなの、私こそ許してほしいです。そんなこと知らずに自分のためだけに小村先生を演劇部の顧問にしようとしてたんですから。でも諦めます。私が頑張れば仁科さんが夢を叶えられなくなります。私は諦め。ありがとうございます。いいのですかな。はい、そもそも演劇部を作りたいのは私一人で、入部希望者もいません。そうですか。今時演劇なんて流行そうかもしれないです。でも私、また機会もあるでしょう。では高村先生、西野さんと杉坂さん、そしてよろしくお願いします。もういいんです、岡崎さん。約束しましたから、杉坂さんと。岡崎さん。